待ちいただいて、さっきちょっと言いましたけれども縁日コーナーが今年からチケット制になっています。縁日増えているのでぜひ皆さんね楽しんでいっていただきたいと思うんですが、はい、テントの中、白いテントにね、チケットの販売所がありますのでそちらの方でチケットを買っていただいて縁日を楽しんでいただきたいと思います。さあ、9回目を迎えているみなとみらいのこの大盆踊り、本当に年々年々たくさんの人が来ていただいています。先ほどもまいごちゃん出ました。お父様、お母様、お子様の手を離さないようにね、目を離さないようにお願いいたします。あと、お手荷物なども気をつけていただければと思います。この後もぜひ皆さんごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。作って待っていてくださいね。お手本準備ができましたら踊りの方を始めていきたいと思います。見て、あの子の夢